マンネルハイム十字章、マンネルハイム十字章は、フィンランドの軍事勲章。この章は冬戦争後に導入され、フィンランド原帥カールグスタフ・エミール・マンネルヘイムにちなんで名付けられた。この勲章は、波外れて勇敢な兵士、素晴らしい業績を達成した者、優れた指導を行った者に与えられる。この勲章は、自由十字勲章の中に導入された。 この章を授与された者はマンネルハイム十字騎士と呼ばれた。フィンランドの勲章の席次では1級が第5位であり、2級が第9位である。マンネルハイム十字章2級はフィンランドの最もよく知られた軍事勲章である。十字章勲に等は素晴らしい功績に章を普遍的に与えるために制定された。これは勇敢な兵士、素晴らしい業績を達成したもの。 優れた指導を行った者に与えられている。この賞は受賞すべき功績を挙げれば、階級にかかわらず、すべてのフィンランド国防軍に与えられる。階級を問わず、個人的勇気に重点を置いており、5万マルクの報奨金が受領者に与えられたため、戦争中人々の目を引きつけた。長州兵で最初にこの賞を手に入れた者は、ビルホラットーが最初で、彼は、 敵軍から対戦車砲を奪い、その砲で敵の戦車4台を破壊したという功績を認められ、この勲章を受けた。1942年には、この章の報奨金は、中尉の年俸ほどあった。与えられた十字章のうちほとんどが二級であり、マンネルハイム十字章といえば、この十字章二級のことが多い。マンネルハイム十字章君一等と、君二等の間に、 特別な違いはなく、必要条件も特別でない。君一等の者のは賞を二度授与したものであり、フィンランドの最高司令官であった、陸軍元帥、カールグスタフ・エミール・マンネルヘームと、不評対象、エリック・ハインリッヒスに与えられている。マンネルヘームは、自分の名がついた賞を受け取ることは奇妙であると考えたが、大統領であったリストリュティや他のすべての受賞者から、 受け取ることを勧められ、この賞を受け取った。マンネルハイム十字賞の2等は、第二次大戦の間に191人の人物に授与された。また、4人の人物が2度の報奨を受け取っている。法律上は、現在でも活動中のすべてのフィンランドの軍人に与えることができるようになっている。しかし、平時や紛争レベルの戦闘では与えられるようなものではない。 マルッティア・ハティサーリの大統領時代、大統領の催した独立記念会にマンネルハイム十字章を受賞したすべての者のが招かれた。以来、彼らが最初のゲストとなることが伝統となっている。ありがとうございます。